皆さんこんにちは。教育会の岡本です。武井です。今日はもう一人ゲストがいます。民泊のすすめ初登場の岩見さんです。皆さんはじめまして。この春から体験交流推進班に配属となりました協議会の岩見と申します。岩見さんは柳市役所から派遣されてきてるんですよね。はい、民泊の先進地である周防大島町に民泊のことを学びに来ました。2年間という短い間ですが、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで岩見さん、民泊体験の担当になって数ヶ月経ちますが、いかがですか？はい、私は民泊受け入れ中は浮島にいることが多いのですが、浮島の皆さんと生徒の皆さんが短い間ですごく仲良くなることにとても驚きました。特に離村式の時、涙を浮かべる生徒さんもいて、私も思わずもらい泣きしそうになりました。うん、わかります。船でのお別れは特に感動しますよね。ところで最近新たな民泊受け入れをご協力していただける方を探してるんだけど、島を回っているといろいろな質問を受けるよね。そうですね。修学旅行生の民泊体験という言葉は島のほとんどの方がご存知だと思うんですが、具体的な食事内容や体験についてはまだまだ知られていないのかなと思っています。私もまだ民泊についてはうまく説明できなくて、いろいろ教えてください。はい、私がお教えいたしましょう。今回は民泊に関する素朴な疑問を解決していきたいと思います。岩見さん、よく聞いてくださいね。はい、浮島でも民泊をしていただける家庭を増やすために頑張ります。はい、それではまず初めの質問はこちら。民泊に来た生徒さんたちにどんな体験をさせたらいいのでしょう？これはよく聞かれる質問だね。民泊体験というと、みかん狩りや船釣りの印象が強いようです。うちはみかん農家じゃないからとか、船を持っていないから民泊は受け入れできないといった声も聞きます。今回はその体験以外にも様々な体験をご紹介いたします。これは何をしている様子なんですか？これはさつまいもを掘ってますね。ああ、さつまいもか。春に来た子がお芋を植えて、秋に来た民泊の生徒さんたちがそれを掘るっていうような、収穫ですね。そういうふうにされてる、流れをして作ってされてるかと思いますね。あと、イノシシよけのワイヤーメッシュあるじゃないですか。ああいうのもなかなか普段ご夫婦2人とかでやると大変な作業って皆さんおっしゃるんですけど、あれを民泊生が来るときにまとめてされるっていう方もいましたよ。あ、手伝ってもらう、ね、やっぱり中学生高校生だとみんな力があるので短時間で、ね、全部済ませることができるので、それもね、そういうことも一緒にやるっていうのも、まあ、農業の大変さとかそういうのも知ってもらえるからいいと思います。
これは一体何をしている様子なんでしょうか。これは薪割りですね。うん、そうですね、うん、薪はお家が五右衛門風呂の方とかもいらっしゃるので、毎日薪を割って貯めておいて、まあ、冬の寒い時とか、まあ、夏でもね、お風呂を沸かして入ったりしますよね。で、これが風呂を沸かしている様子なんですね、うん、そうですね。この時私もちょうどこの民泊家庭にお邪魔したんですけど、子ども、生徒さんたちが率先して自分で風呂を沸かすと言って、みんなすごいテンションが上がってましたね。うん、で次この写真ですね。布団引き、うん、あ、これは大切だね。あ、今の子どもたちはベッドで布団を引く経験がない子もいるでしょうね。うん、そうだと思います。いるんじゃないかなと思うけど、うん、ね、でまあ、民泊体験なので、自分で寝るところは自分でちゃんと布団を敷いて、シーツとか布団のカバーとかも全部自分たちでつけてっていう風にされてるお家が多いみたいですね。まあ、それも一つの体験としてね、うん、やってもらえるといいなと思うね。そうですね、うん、でこれは一体何をしているんでしょうか。これ茶豆むきですね。茶豆っていうと一体どんなもの？大島でよく使われているのが茶がゆに使われる茶豆を、まあ、昔はよくこの風景をいろんなところで、ね、見られてたと思うんだけど、なかなかこういうのも一つの体験として、なんか民泊のために取っといて、それを生徒さんにやらせるんだっていうお話も聞いたことあるしね。うん、まあね、こういう簡単な作業だと生徒さんたちもやりやすいですし、ずっとこの作業をしながらいろんなお話、おしゃべりするのにも、ね、いいですよね。ね、いいですね。うん、あ、これは柿を干しているんですね。ああ、干し柿。あ、この季節、秋の季節になったらね、こういうのもね、渋柿を取って干したりとかするっていうのもね、まあ、こういう作業を民泊生と一緒にやると短時間でできますし、生徒さんたちもこういったことをなかなか都会の方ではね、やらないので新鮮みたいですね。ここは漁師さんのお宅ですかね。そうですね、網のなんか網も結構整理をしないとぐちゃぐちゃになるからって毎回やってる方もいるって聞きましたね。まあ、漁師さん特徴あることでみんなでやれるのもいいね、これもね、うんうん、そうですね、うん、あ、やっぱり大島といったら釣りですね。あ、鳩釣りでね、まあ、よく釣れるのがそこのスズメダイですか。あ、スズメダイはよく釣れるけど、これでもスズメダイってまあ、こっちで言うとちょっとね、餌取りのイメージが強いんだけど、学生からしたら魚は魚なんで釣れるとやっぱ喜ぶし、ね、うん、民泊家庭の方もタイの一種だよっていう話をして、あ、タイなんだってこう、学生も喜んでね、うん、これは何を手に持ってるんでしょうか。メモリージャーっていう言われるやつだけど、まあ、ああいう瓶の中にね、貝殻とか砂とかこう入れて綺麗なものを集めてね、思い出を持って帰る、そうですね、うん、で大島の中ってあちこちに砂浜とかいろんな浜がありますけど、場所によって落ちてるものとか、まあ、漂着してくるものも全然違うんですよね。だからいろんな浜を巡って、そこでいろいろなものを拾って一つにまとめるっていうのをされてる方もいましたね。これは海で拾ったシーグラスですね。でこういうのを使って皆さんフォトフレームの周りに貼ったりとか、アクセサリーを作ったりとか、そういうのも、雨の日なんて特にね、皆さん釣りとか、まあ、畑に出られないっていう時にお家の中でできる作業としてされてる方が多いですね。へえ、料理を手伝ったり、茶豆を剥いたり、風呂を焚いたり、星を見たりすることも生徒さんにとっては貴重な経験になるんですね。うん、そうなんです。
普段の生活の中に生徒さんが混じって参加している、それが島のありのままの暮らしを伝える体験学習につながっているんですよ。なるほど。お次の質問はこちら。食事ってどんなものを用意したらいいの？これは私も気になります。食事って重要ですよね。食事面は心配される方が多いよね。一人住まいの方や普段夫婦で二人で住んでるから、若い人がどんな料理を食べるかわからないという方もいるよ。そうですね。でも中高生の好みに合わせた料理ではなく、周防大島ならではの郷土料理や田舎料理が喜ばれるんですよ。なるほど。周防大島に来るからには島の素材や料理が味わいたいんですね。受け入れ家庭の方は実際どんな料理を作っているんでしょうか。早速皆さんの食卓を覗いてみましょう。生徒さんたち何か作ってますね。これは何を作ってるんでしょうか。これはアジですね。アジフライですね。4人いるから多分アジフライの工程を別々にできますよね。卵つける人とか、パン粉つける人とか、そういう流れでやるとまた面白いね。そうですね。でこれが出来上がったものが、この写真ですか。いろいろ種類があって大変とか、こう豪華にしなきゃいけないのかなって思うかもしれないけど、やっぱ普段通りの食事っていうのがやっぱり生徒さん喜ばれると思うし、無理しないっていうのが一つありますので、一汁三菜の基本で、お味噌汁とご飯と、あと酢の物、和え物で、メインの、ね、おかずがあるっていう感じで、全然それでいいと思いますしね。そうですね。豪華にする必要もないかなと思うんだけど、お家でカレーとかハンバーグとか、そういった洋食というかね、田舎料理っていうのはあまり食べる機会がないっていうのはよく聞くので、そういう中でお刺身だったり、こういうね釣った魚をちょっと天ぷらにしたりとか、あと肉じゃがとか、そういう素朴な料理が喜ばれますね。あと野菜嫌いの子、そういう生徒さんが来た時に、全然気にせずにいろいろなお野菜だったり、魚も調理をして、みんなで食べると、意外と生徒さんたちは美味しいって食べるんですよ。スーパーで買ったような魚ではなくって、本当に新鮮な魚の美味しさに目覚めたりとか、自分たちで畑に行って収穫した野菜ですね、食べて、あ、これってこんなに美味しかったんだって気づくきっかけにもなるので、そのあたりは受け入れ家庭の方も好き嫌いとか生徒さんに聞くのではなくって、もういつも食べてるようなものをぜひ作っていただきたいなと思います。これは山口県名物の河原そばで、最近よく聞くし、受け入れ家庭の皆さんもなんかこう、これはすごくみんなに喜ばれるってよく聞くんでね、この、ホットプレートの上でこう焼いてみんなでワイワイするっていうのもね、お昼ご飯とかにいいのかなって思ったりとかするね。そうですね。これは流しそうめんですか。いいね。夏の、初夏の受け入れとかは結構暑いですからね。で、夜は一汁三菜の先ほどの、食事のようなものを作ってもらって、お昼に先の河原そばとか、こうやって流しそうめんにするといいかもしれませんね。竹を切ってるんですかね、これは。そうだね。よく聞くのは竹を切らせて、その箸とこの器も自分たちで自分のものを作って、それで食べさせるっていう話もしてて、これはね結構面白いなと思ってね。
あ、これは、麺を切ってるところでしょうかね。これはうどんを売ってるのかな、うんうん、うどん売ってますね。うどん売った後に、ね、うん、ここはね、私もちょうどこの時お邪魔したんですけど、小麦粉を作って、小麦を作ってらっしゃる農家さんで、そこからなんですね。そうなんです。で、石臼で小麦を引いて、で、まあ、みんなで、生地を作って、で、うどんを打つということをされてました。これは何か、みかんのお寿司ですか。みかんを器にしてるんですね。あ、綺麗ね。そうですね、うんうん、盛り付けもちょっと工夫すると面白いですよね。あ、そうだね、こういうやり方もあるんだなっていうのは、うんうん、感じるね、うんうん、いいね。これは島でね、採れた食材を有効に活用されてますよね。うん、これも竹を使ったものですね。これはどんな料理なんでしょうか。これはポンプラ飯って言うんですけど、まあ、竹を器にもなるし、そのまま調理器具として、うん、まあ、飯盒炊飯みたいな感じで、もう火にかけてこのままお米を炊くことができるんですよね。あ、それはあれか、タケノコか。釜でタケノコを煮とるわけですね。薪で火を起こしてグツグツと、みんなで外で煮てます ね、うん、体験では竹が大活躍しますね。そうですね、島にどこにでもあるものですからね。あ、魚をさばいてる様子ですね。だから魚釣りをして、その釣った魚がいっぱいいると、なんつったらいいんだろうかな、練習にもなるって言ったらあれだけど、やっぱ最後うまくなっていくのが分かるので、うん、学生も家に帰ってちょっとやってみるとか、お父さんお母さんの手伝いしてみるとかって話をよく聞くんでね、うん、こういうことも学べるのはすごくいいよなと思いますね。これはお餅ですか。これは貝餅って言って、大島でよく作られているそうなんですが、さつまいも、ふかしたさつまいもとお餅を一緒に練ってすごく滑らかにするんですよ。で、それをお団子のように形にして、で、これはきな粉がまぶされてますね。生徒さんたち食べてるのを見てると、みんなすごい美味しいって、このお餅を5個も6個も1人で食べる生徒さんもいますよ。あ、そうか、そう。これは何なんでしょうか。これは日向夏っていうみかんで作ったゼリーですね。ゼリー、うん、ゼリーです。私もちょうど行った時に、お邪魔した時に作ってらっしゃって、一口いただいたんですけど、すっごい爽やかで美味しかったですよ。うん、もう本当にもうみかんそのものを食べてるような、そんな美味しいゼリーでしたね。岩見さん、どうでしたか。食事は重要だと再確認しました。食材の調達から一緒にしたり、手作りで一から時間をかけて料理したりすることで、普段食べているものがどんな過程を経て食卓に並んでいるのか考えるきっかけになるんですね。うんうん、例えば落花生がどんな風に生えているのか畑で初めて見る生徒さんがいましたよ。それからスーパーで見る切り身の魚しか食べたことがないという生徒さんがいて、自分で釣った魚をさばいて食べるということに感動していたよ。僕らは生き物の命をもらって生きてるんだなってね。そうですね、自分たちで調理をすることで食べ物のありがたみを知ることができます。島の食生活を紹介する機会にもなりますし、みんなで食卓を囲むと会話も弾みますよね。私もこれからは頑張って料理をしてみようと思いました。それは良かったです。皆さん、民泊の疑問は少し解けましたか。私たちは島のあちこちをいつも回っていますので、気軽にお尋ねくださいね。そして最後に協議会からお知らせです。まずは夏のミニ勉強会から。民泊中に行う体験を皆さんで共有する勉強会ですよね。春は巻き寿司や竹のスピーカー作りを行いました。私は初めてアジをさばきました。皆さん楽しんで参加されていましたね。
民泊でも実践された方が多かったようですよ。今度は浜に落ちている漂着物やシーグラス、貝殻などを使ってアートを作ります。空中で揺れる涼しげなモビールですよ。9月の初めに開催します。それから秋の民泊受け入れ研修会の日程が決まりました。2日間にわたり島内4カ所で開催予定です。浮島でも開催します。どなたでも参加できますよ。夏のミニ勉強会や民泊受け入れ研修会にご興味のある方はこちらまでお問い合わせください。待ってます。